こんにちは。茨城オンスタディの時間です。今日は一次関数について勉強しようと思います。どちらが先に湧くかな？電気ポットとやかんではどちらが先に水が沸騰するでしょうか？さくらさんの家に友達が遊びに来ました。みんなでお茶を飲むためにお湯を沸かそうとしています。やかんに20度 C の水を2リットル入れて熱したとき、水の温度は初めの5分間で下の表のように変化しました。これをもとに、やかんの水の温度の上がり方について調べてみましょう。どのような調べ方があるでしょうか。ちょっと考えてみてください。今回はグラフを使って 調べてみようと思います。やかんの水の温度の上がり方。電気ポットの水の温度の上がり方をグラフで見てみたいと思います。やかんの温度の上がり方をグラフに点を取ってみました。まず、やかんの水の温度の上がり方を見てみます。赤い線で書かれたグラフがやかんの水の温度の上がり方です。次に、青い色のグラフですね。これは電気ポットの水の温度の上がり方を示しています。ここからどちらが先に沸騰するか調べてみましょう。グラフから沸騰するまでにかかる時間は やかんが10分、電気ポットが16分かかったことがわかります。つまり、やかんの方が早く沸騰することがわかりました。どうだったでしょうか。やかんと電気ポット、どちらが早く沸くかな。結果は、やかんの方が早く沸騰するでした。以上で今回の授業を終わります。ありがとうございました。